はい、カメラマンの石山です。今日はですね、こちら EOS の R6 の Mark II なんですけども、こちらのカメラのですね、高感度 ISO をどこまで上げて使うかということでね、ちょっと検証しておきたいなと思いまして、比較にですね、まあこのカメラと一緒に使うであろうカメラ EOS の R3 になりますけども、そちらとですね、同じレンズで同じ被写体で、ISO をね、変えながら比較していくっていうね、作業をちょっとしてみました。この後、とりあえず写真見ていただければと思います。はい、写真をね、見ていただきました。いかがだったでしょうか？なんかね、今の技術って本当すごいんだなって改めて感じたわけですけども、カメラの進歩って本当にすごいんですね。普段の仕事の中で ISO をどこまで上げて使ってるかというと、まあ、基本的にはですね、今 R3 の場合は6400ぐらいを上限にしてます。ただその上をね、使うこともあるんですけども、まあどこまでって言った時に、安心して使って納品してる時に、まあなんかザラザラしてるねとかね、なんかそういうことを言われないっていうところで言うと、まあ3200ぐらいで収めておきたいんだけども、まあでもそれよりは、ブレよりは上げといた方がいいかなっていうところで6400ぐらいをね、使うことあるんですけども、まあ実際に、じゃあ R6 の Mark II が、同じように使えるのかっていうのがね、ありまして。で、6400、8000とかはですね、まあ実際にも仕事の中でも使って、大丈夫だなっていう、まあ一回ね、検証して、まあそこはもう全然 OK だなっていうので、8000ぐらいまで使ってたんですけども、じゃあそれよりも上の ISO を上げた時に、2台にね、こう差が出てくるのかとか、まあノイズが全然違ってて、ザラザラになってしまうのかとかね、なんかそういうことがあって、ちょっと2台をね、検証してみました。で、今回の撮影しているものがね、看板を取って奥に緑のものがあるっていう感じに、緑のね、木立があるんですけども、木立の中に、今日はね、曇り空だ、雨が降るようなね、感じの曇り空だったんですけども、その中でもこう、ディティールがね、どのぐらい出てくるのかとか、あって、で、緑のシャドウ部の部分、影になっている部分に、ノイズがどのぐらい目立ってくるのか、で、ハイライトの部分にどのぐらいのノイズが入ってくるのかとかね、なんかそういうちょっと細かいところを見ておきたくて、で、あと、ISO、ISO を上げていくときに、どうしてもその輪郭ですよね。その輪郭がどのぐらいまでしっかりと、見えてくるのかっていうことで、看板のね、エッジの部分をちょっと見ていきたいなと思って、まあ、今回これにして、この被写体をね、選んで撮っているんですけども、まあ、結果的には、2台の差ってほぼなくて、ただ傾向として、同じ忠実設定で、撮っているんですけども、R6 の Mark II の方がちょっとこうフラットな感じにだんだんとね、なっていく傾向はあります。で、R3 の方が、コントラストがしっかりとこう残りながら、色もしっかりとですね、乗っていってる感じの
乗っていってるのかなっていうの、なんかそんな感じがね、ちょっとしています。ただ、それもですね、少し、全体的に R6 の Mark II のがちょっと明るめに出てきてるかなっていうね、感じはありますけども、同じ露出のね、あの組み合わせで、撮っていってるんですけども、R6 の Mark II の方が若干明るめに映っていて、で、コントラストが少しない状態、ないような感じ。コントラストで言うと R6 の Mark II の方がちょっとフラットな感じがするかなっていうような感じですね。だから、まあ、ただ、ノイズということで考えれば、もうほぼ同レベルで考えていいんじゃないのかなっていうふうには思います。でね、今回ちょっとね、こう角度微妙に違うと思うんですけど、それはね、写真のね、撮り間違いがないようにっていうところで、ちょっとだけ、R3 と R6 Mark II で角度変えて、あえて撮ってます。で、まあそういうところで言うと、まあ見ていくとですね、1万6000とかはもうなんか普通にそんな極端には変わらないんだけども、でもやっぱどうしてもコントラストっていう意味では、R3 のがちょっと高いのかなっていう気はしますね。で、2万5600とかになっていく。2万ですね。2万とかになっていくと、まあその辺がちょっとずつこう差が出てくる感じですけど。ただこれもそんなに、なんか全然違うじゃないっていうような感じではないのかなっていうところですね。だから、個人的な部分で言うと、12,800ですね。このあたりは、ちょっと躊躇なく上げていくかなっていう気はしてます。なので、まあ、そこから先は、シャッタースピードがどうしても遅くなりすぎてブレてしまうから、もうここは上げた方がいいなっていうね、その、どちらを選択するか、三脚がなくて、手ブレするよりは多少ノイズとかがあっても、後の処理でやれるので、ブレはね、どうしても、処理でどうこうってことができなくなるので、まあ、ブレるよりは ISO を上げてブレないところで撮っておいた方がいいよねっていうふうな判断をするようなシーンになれば、もう少しこうどんどんね、上げていって、まあ、今日の比較で言うと3万2000まで上げてますけど、3万2000も使えないっていう感じではない。まあ、5万1200も多分使えるんじゃないのかなっていうね、感じが、しています。だから、すごいっていうね、なんかそんな感じがね、ちょっとしてますけども、まあ、センサーのね、R3 と R6 Mark II、同じ2400万画素ですけども、センサーの方式とか、その辺はね、ちょっと違うので、まあその差が少し出てきますけども、ノイズということだけに関して言えば、全くほぼ同等じゃないのかなっていうね、なんかそんな気がします。だから、そういう意味でもですね、この R6 の Mark II っていうのは、とてもおすすめできる一台なんだろうな。だから本当買ってよかったなっていうね、思ってます。このカメラ、決して安くはないんだけども、でも最近のこのミラーレスカメラの中の、市場で考えれば、この性能でこの価格であれば、お買い得感のある一台なんじゃないかなというふうにね、思います。今後もですね、ちょっと ISO を上げてどこまで使えるかっていうのは、まあ、今度人物の肌とかね、そういうのとか、あと動物の毛並みとかね、そういうのもですね、ちょっと、自分の中で基準になるところをね、作っていきたいので、引き続き写真はね、撮っていきたいなと思ってます。まあ、でも、なかなか本当に優秀な一台だなっていうふうにね、改めて思いました。ありがとうございました。